原生代初期の全球凍結。原生代初期は寒冷期として知られています。カナダのオンタリオ州を中心に分布しているヒューロニアン類層群と呼ばれる地層には約24億5000万年前から約22億1900万年前にかけて3回の氷河時代が繰り返されたことが記録されています。同時期の氷河作用の証拠は米国、南アフリカ、オーストラリア、北欧などにも見られます。このうち南アフリカにおいては最も若い氷河時代の堆積物、氷河性堆積物が分布しています。マクガニン氷河時代と呼ばれるもので、ちょうど同時期に噴出した溶岩の年代測定によって約22億2200万年前に生じたことが分かっています。これがカナダで見られる3回目の氷河時代と同一のものであるかについては議論のあるところです。したがって原生代初期においては2億年余りの間に3回ないし4回の氷河時代が繰り返し訪れたことになります。ここで特筆すべき問題はマクガニン氷河時代と同時期に噴出した溶岩の古地磁気測定、過去の地磁気の測定。地磁気とは地球が持つ磁気および磁場のことの結果です。地球磁場は棒磁石が作る磁力線に似ていますが、地面に対する磁力線の傾きは緯度によって異なります。この性質を利用すると溶岩や堆積物が形成された当時の地球磁場の方向からその場所が当時どの緯度にあったのかを知ることができます。古地磁気測定の結果、驚くべきことに南アフリカは当時緯度11度の場所に位置していたことが分かりました。これのどこが驚きなのかというと、氷河性堆積物は通常は寒冷な高緯度域、極域で形成されるはずのものですが、それが低緯度、赤道域において形成されていたという点です。すなわち当時大陸を広く覆う氷床が赤道域に存在していたことになります。それは一体どのような状況なのでしょうか。実はこのような低緯度氷床の証拠が南オーストラリアの原生代後期マリノアン氷河時代、約6億3900万から約6億3500万年前頃の地層で最初に発見され、1986年に報告されました。カリフォルニア工科大学のジョセフ・カーシェビンク博士はこの時期には地球全体が凍りついていたのではないかという大胆な仮説を1992年に発表しました。それはスノーボールアース全球凍結仮説として知られるものです。当初はほとんど知られていませんでしたが、1998年にハーバード大学のポール・ホフマン博士らがナミビア共和国のマリノアン氷河堆積物直上に堆積しているキャップカーボネートと呼ばれる炭酸塩岩層の塩素同位体比から生物活動がほぼ完全に停止しているように見える異常な証拠を発見し、それがスノーボールアース仮説によって説明できるとして世界に衝撃を与えました。
スノーボールアース仮説は、赤道域に氷床が存在したことを証明できるだけではなく、地球全体が凍結しても火山活動によって二酸化炭素が大気中に放出される結果、数百万年から数千万年経てば温室効果が十分強くなって地球は全球凍結状態から脱出できることを示しました。また全球凍結から脱出直後は大量の二酸化炭素によって地球は高温環境60度程度になりますが、それが大陸近くの化学風化によって炭酸塩鉱物として除去される結果、キャップカーボネートが必然的に形成されることも説明できます。また全球凍結によって光合成生物は絶滅するか、少なくとも数百万から数千万年間にわたって活動を停止するため、氷の融解後もしばらくの間生物活動が回復できなかったとしても不思議ではありません。このようにスノーボールアース仮説はいくつもの地質学的特徴を説明できることが分かり、多くの人々が支持するようになりました。その後、低緯度氷床の証拠はマリノアン氷河時代だけではなく、その直前に起こったスターチアン氷河時代、そして22億年前のマクガニン氷河時代でも発見され、スノーボールアースイベントは少なくとも過去3回起こったことが分かってきたのです。マクガニン氷河時代がスノーボールアースイベントだったとすると、当時の生命はどうなってしまったのでしょうか。残念ながら現世代においては化石記録がほとんど残っていないため、その詳細は全く分かっていません。しかし後で述べるように、マクガニン氷河時代後に真核生物が出現したらしいことは何か関係があるかもしれません。補足。スノーボールアースとは、地球全体が赤道付近も含め完全に氷床や海氷に覆われた状態である。現在の地球に見られるような液体の海は、大気中の二酸化炭素を吸収するため、大気中の温暖化ガスの濃度はある程度に抑えられ、温室効果による温度上昇も抑制される。しかし全球凍結状態では海が凍りついてしまうことから、二酸化炭素をほとんど吸収せず、火山から放出された二酸化炭素は海に吸収されることなく大気中に蓄積していく。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。